こんにちは。今日は久しぶりに実家に来ています。2ヶ月ぶりぐらいかな。金曜日にお休みを取って週末を使って今ね帰ってます。ちょっと連休に用事があって、もしかしたら帰れないかなと思ったんで今日帰ってきたんだけどすごい気持ちいい天気です。なんか寒かったり雨いっぱい降ったりしてきたんだけど、すごい昨日はねめっちゃ天気良くて、すごい緑が綺麗です。なんか1年のうちで一番この季節が好きかなって思うんだけど、まあ桜もいいんだけど、桜よりは私はこの新緑の方が好きかななんか春ってね、寒かったり暑かったり安定しないじゃないですか。雨降ったり、それでね割とね私ウイルス性の何か病気にかかったりするんだよね。だからあんまりね春っていい印象なくて好きじゃないんだけど、この4月の後半から5月の新緑の時期ってすごい爽やかで気持ちよくて一番好きですね。でもね、あっという間にこの時期が終わって ベトベトの夏が来ちゃうんだけど、だからすごいねこの時期外に出るのが大好きです。目いっぱい楽しもうと思います。で、久しぶりの投稿になったんだけど、忙しいと言いつつもなんとかやってます。仕事の方はねもうねいい意味で開き直ってね取り組むようにしてるんですよ。なんかあんまりねやだって言ってももうしょうがない。今の状況はね働くしかないので、今は必死にもう頑張ってやっています。まあでもね夜はそんなに9時とか10時とかそんな遅くはやってない、遅くてもね7時とか7時台にはね切り上げるようにしてるんですよ。なんかやっぱりね1年ちょっと休んだだけあってそのあたりの考え方はかなりね改まりましたね。前はね本当にもうやだって言いながらだらだらとこう本当悪循環で遅くまでとかかかって仕事やってたんだけど、休職してからはねすごいそのあたりが改めて、変わったんだよね。なるべくこう無理をしないようにだけど頑張るみたいな、そのあたりのこの調整っていうのが自分ですごい変わったなって感じてますとにかくすごいこう自分がダメになるくらい頑張るとか無理をするっていうことを絶対しないようにしてるんですよ。だから月に1回有給休暇を取るって、週末にくっつけてできれば取るっていうのもやり始めて、それはね友達が私こういう風にしてるんだよっていうのを教えてくれたんですよ。それで私もね今回有給もまだあったので、休職から復帰して月に 1日だけ取るようにしています。どうせねまとまった有給も取る予定は今のところないので、今年はそれでやってみようかなと思ってます。なんか開き直っていい意味で開き直って仕事してると割とこう仕事がこう身についてきて、なんていうのかな、虫こう頭にいろいろ入ってきて、仕事の方がねだんだん楽しくなってきてしまうこれは会社に洗脳されてるということなのかよくわからないんだけど、でもね考え方によっては今後の働き方にこう生かせることができるのかななんて思いました。で一つだけね今やってることを紹介すると、仕事で人事とか経理とかに関係ないんだけど、会社としてCSR とかあるじゃないですか。コーポレートソーシャルリスポンシビリティとか言って、会社として何かこう社会に貢献するっていう、そういう活動もね一応担当でやってるんだけど、いろんな寄付活動とかそういうのを今やっていて、いろいろね調べてると面白くて、そういうことも今後に活かせられるのかななんていうふうにすごい感じています。それはビジネスになるかどうかは別として、いろんな活動がこう身につくっていうことは、会社の組織っていう大きな力を利用して自分の身身にいろいろつけていくっていうことがねできるこう最後のチャンスというか、まあ60になってもその後5年間は再雇用っていうのがあるんだけど、あんまりねだらだらね人に頼っていてもしょうがないので、まあ一応あとどのぐらい 3,4 年それをめどにこの限られた時間でそういった会社っていう大きな組織の力を利用して自分の力を身につけるっていうことがね少しでもできたらいいななんてことをね最近考えるようになったんですよ。前だったらねもうやだいつやめようしか考えてなかったんだけど、そうそんな感じでまあいい方に流れているかなっていう感じです。復職して1ヶ月半ぐらいの時だったかな、3月入ったぐらいの時にはやっぱ私無理かもしれないっていう風に思ったことがあったんですよ。でもねそこからまあ淡々とやることをやっていたらだんだんこんな気持ちになってきました。まあ自分としてはまあいいかなっていう感じです。あとはね、自分の私生活をどれだけ充実させられるかっていうところかなそこもねあんまりベラベラ言えないけど、そういうのも同時に考えていけたらいいかなって思います。めっちゃ気持ちいい。どのぐらいかな、気温で言ったら多分ね20度はあるかな、18度か20度ぐらいだと思うんですよ今話変わっちゃったんだけど。でね、風がね冷たいのだから多分気温は20度ぐらいあるけど風が18度ぐらいっていう感じ、もうすごい気持ちいい。半袖だとちょっとね涼しい感じかな、寒い感じ。そう今日はねこれからなんか妹が山菜というかなんていうんだっけ、山椒、ここにもね山椒の木はいっぱいあるんだけど、山椒ちょっと摘んで何か佃煮みたいなのを作ろうかって言って、そうあとね今日ね編み物会なんですよ、ズームの。そうそれで迷ったんだけど今回ねちょっと実家から、まあ、正確には妹の家からなんだけどやってみようかな、参加してみようかなって思って、っていうのはやっぱね編み物会月に1回やるんだけど、なんかそれがあるがために家にいなきゃいけないってなると本末転倒で、せっかくね Zoom を使ってどこでもできるようにしているんだからと思って、それでね今回は思い切って実家に来てこっちから Zoom の編み物会参加してみることにしました。まあ実家じゃなくてもね旅行先とかでもいつでもどこでもインターネットにつなげられればカメラがあって参加できるじゃないですか。だからねどんどんねそういう風にやっていかないとなんかね縛られちゃうのちょっとおかしいよねって思って、時間はそうなんだけど場所に縛られるのはちょっとおかしいなと思ったんで、今回はねこっから参加してみようと思います。はい、めちゃくちゃほんと気持ちいいよそんなところかな。あとはまあ家族でのんびり、お孫ちゃんもねちなみに一緒に来たんですよ。で今日は娘と、お孫ちゃん下の子が2人で来るので合流してまあゆっくりするかな。あと明日はねなんか多分どこか家族みんなでご飯を食べに行くって行くと思います。はい、そんな感じでしばらく動画上げてなかったんだけど割とこう前向きに今のところできてるかなっていうお話をしました。ほんと気持ちいい。この時期すごいあっという間に終わっちゃうんで思い切りね外で過ごしたいと思います。はい、では今日はこれで終わりにします。さようなら、バイバイ。